週間のお天気をお伝えします。23日水曜日頃は低気圧や前線の影響を受けて全国的に荒れた天気となる可能性があります。強い雨であったり雷を伴った雨に十分にお気をつけください。またその後は西日本や東日本に前線が停滞するため太平洋側を中心に曇りや雨のすっきりしない天気となりそうです。すっきりしない天気が引き続き続いていく見込みですので、お出かけの際はこの後も最新情報をこまめにご確認ください。気温を見ていきますと、週明けの21日月曜日にかけては上空に寒気が流れ込み、北日本を中心に平年を大きく下回る寒さとなる見込みです。服装で上手に調節を行ってください。また週の中頃から次の週末にかけては日本の南から暖かい空気が北上していきます。そのため各地で平年よりも高い気温の日が続くと見ています。秋特有の日々の気温差に注意をして体調にも十分にご気をつけください。詳しいこの先の週間天気につきましてはお天気アプリウェザーニュースから確認することができます。